そんな一つのことです。それを高温で、それこそ体を張ってでも対処した先生たちが外にいたんですね。高温に入れなかった。そうするとどういうことかというと、それを見てた他の生徒たちはやっぱり安心するんですよ。あ、こんなしっかりした先生たちもいたんだな。大人がしっかりすれば子供は安心します。そして頼ります、委ねます。そうすると言うこと聞いてきます。まあそれで全ての生徒が暴れるというのをやめたわけじゃないんですけど、全体的に結果として沈静化してきました。だんだんと。ただこれ地域差もありますからね。やはり地域差の問題とか語るとかあるので、ここでは割愛しますけれども、ただ一つの方法として力を見せつけて、これもね、一つの僕は体罰だと思っています。集団に対する体罰、実力行使です。で、私は次高校行った時に授業を受け出して、それに使って、高校の先生に柔道場を閉じ込められて1対1で締められたと思います。でもね、それそういうのをほっとくと、体罰ってしつけのためにやるんですよね。次は警察の厄介になってしまうんです。うちの親父に言いつけたんですよね、先生にぶっ飛ばされた。でも取り合ってくれません、お前が悪いんだ。やはりしつけを家庭にしろ、学校にしろ、しつけをしっかりしなければ次は警察で